介したいと思います。はい、はい、チャーマンズの中でも一番のっぽなミックこと岩井ミックです。よろしくお願いします。ミックです。はい、チャーマンズのゆるキャラの悲しいことかんのかなです。よろしくお願いします。悲しい。はい、岩手のご当地ヒーロードラマのお披露目をやっています、チャーマンズのリーダーマーミーことカメラマミです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、私たち東京、あのチャーマンズ結成して東京ライブが2回目なんですけども、いやー、皆さん本当温かいね。温かいね。びっくり、本当に嬉しい。そう、ありがとうございます。いや、ちょっと2回目で私たちまだ緊張してるんで皆さん一緒に盛り上げてください。お願いします。はい、本当はチャーマンズですね、あの4人、今4人なんですけども、私たちの姉さんであるゆりゆりことゆりかがですね、今日はお休みということで、はい、姉さんの分もね、頑張ろうと思いますので、はい、3人でやるのをこの3人でやるの初めてなので、ちょっとあの迷子になったりするかもしれないんですけども、ぜひ、すいません、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは、次の曲いきたいと思います。次の曲は、マイヒーローです。聴いてください。Thank you.
You と言いまして、ウェディングソングになっています。はい、わー、私たちの年齢は実はもう20歳超えてるので、はい、見えない。ありがとうございます。すいません、言わせてる感じがある。はい、私たち二十歳超えなのでね、あと10年か20年後かわからないんですけど、いつか結婚する時のことを思い浮かべていつも歌ってます。まあ、結婚できるかわかんないけど、わかんないですね。頑張りましょう。頑張りましょう。岩手のですね、あのブースがね、大船渡さんのブースがあちらにありますので、ぜひ私たちもこの後ね行くので、ぜひ皆さん来てください。それでですね、そこにですね、私が出ている斉藤製菓さんのカモメの卵の CM のカモメの卵が置いてるので、ここでしか食べれないのでね、ぜひ。そう、岩手で有名なお土産なので、ぜひ来てください。ちなみに私の CM いっぱい、あの、ね、動画サイトとかでもね、笑わないね。そう、動画サイトとかでも載ってるんですけど、あ、見たよって人いますか？わー、やった、ありがとうございます。まだの人はぜひジェ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 まだの人はぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、嬉しい。なんだろう、この感じすごい嬉しい。ホームだね。ありがとうございます。私たちの MC いつもグダグダなんで。そうなんです。グダグダで有名なんですけど、はい、皆さんついてきてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう大好き、本当みんなのことをすぐね、本当好き。俺もね、俺ももうすぐ東京来たいよ。私たちめったに東京に来ないので。そうだね、また来れるように頑張ろう。頑張ろう。呼んでください。呼んでください。お願いします。ね、みんな大好きだからみんなに会いに行きたいので、ぜひ呼んでください。さあ、次の曲行きたいと思います。はい、次の曲は、私のエイリアンと言いまして、私たちがエイリアンになってみんなに会いに来たよという曲になっています。振り付けがね、ちょっと面白いので、そこに注目して、ぜひ皆さん聴いてみてください。それでは、私のエイリアン聴いてください。Oh, no.
取っちゃう。いらっしゃい。私も。え？どうしようかな。あ、そう、声が治ったんですよ。やっぱ3週間ぐらいかかったんですけど、自分の声やっと戻っていっぱい喋れて本当に嬉しいです。ね、今日いっぱいね。いろんなところにゆるキャラがいるんですけど、チャンマンゆるキャラどうですか皆さん。かわいいな。よかったよ、喋れるようになって。喋れるようになったらゆるキャラじゃない。あ、じゃあ喋らなくていいかもしれない。まあ、音を決めていきましょう。合わせてしこう。はい。チャンマンズ、次の曲です。最後です。ちょっとフライングしたしだよね、かぶせ気味に来たよ、誰だろう。はい、最後の曲なんですよ。悲しいね、悲しい、悲しいだね。はい、私たちの最後の曲はですね、私のデビュー曲の冬のワンサイドラブです。いや、冬のワンサイドラブってね、冬ってなってるけど、もうすごい汗かいてますけど、私たち、ね、青空ですね。ね、でも私たちすごい大好きな曲なのでね、最後大好きな皆さんとお別れするのはやっぱりこの曲じゃないとと思いまして。そうですね。ね、はい、はい、お、もしやコールですか。私たちはね、コールがあるんですよ。ちょっと、レイメンジャジャメンバンコソバ我らメンコイチャーマンズっていうのがありましてですね、そのワンサイドライブのね感想で皆さんにいつも言ってもらってるんですけど、なんと今日は用意していただいたので、皆さんそれ見てぜひみんなでお願いします。ありがとうございます。はい、皆さん本当に楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました、はい、最後に冬のワンサイドライブで一緒に思い出作りましょう。ありがとうございました。それでは聴いてください。